遠藤航選手が有終の美を飾った。プレミアリーグの最終節でウルバーハンプトンと対戦したリバプール、遠藤選手はこの試合をフル出場し2対0の勝利に貢献。クロック監督のラストマッチに花を添えるとともに、1年目から名門リバプールで公式戦42試合に出場する活躍を見せた。3位でシーズンを終えたリバプールはチャンピオンズリーグの出場権を獲得し、古巣であるシュトゥットガルトも昨シーズン16位からの大躍進を遂げた。以下この試合の海外の反応をご紹介する。試合前の海外の反応。リバプールのチームバスを見るために多くの人が集まっている。ちょっとしたトロフィーパレードよりも興奮している連中が多いな。ただサヨナラを伝えるためだけなのに彼らはとてもクールだ。世界中のリバプールのサポーターがアンフィールドに集結している。今日は最高の思い出となるだろう。スタメン発表。エリオットとクアンサーがほぼ主力として扱われていることはとても嬉しい。さすがにチアゴ・アルカンタラはメンバーにはいないよな。クロップの最後に選んだラインナップがこれだ。点を取らせるために試合終盤にゴメスを前線に送り込め。やらなきゃ意味がないぞ。遠藤が4人の子供と一緒に入場している。彼はたくさんのライバルを蹴散らしてきたが子供には苦戦しているようだ。ここに集まっている6万人の人間が今日の試合は特別だってことを認識している。タイから来ました。さっきモハメド・サラー選手と写真を撮ってもらいました。大人でも泣けるほどのユール・ネバー・ウォーク・アローンが聞こえる。クロップは涙をこらえている。残念ながら私はそんなに力強い人間ではない。監督のワイフもスカーフを掲げて歌っている。なんて感動的な雰囲気なのだろうか。クロップにもう一つ素敵な時間を用意しよう。私たちの時間はまだ残されている。リバプールの先制点。エリオットの完璧なクロスからマック・アリスターのヘディングでゴール。なんというヘディングだ。これはクロップに捧げるゴールだ。マック・アリスターのプレーは老人を笑顔にしてくれる。彼がもう1年早くリバプールに来てくれたらどんなに嬉しかったことか。エリオットは今シーズン最高のパフォーマンスを見せてくれた一人だ。公式戦で11試合に先発しゴールとアシストの合計が13になった。エリオットがフル代表に選ばれる日も近い。来シーズンの中心となる選手の一人は間違いなく彼になるだろう。リバプールの追加点。クアンサーの2試合連続の得点。ゴールライン上でボールを押し込んだ。今シーズンの1223番目のゴールだ。プレミアリーグの歴代最多得点を更新した。クアンサーは火曜日に初ゴールを決めたばかりなのにまたもや周囲を驚かせることに成功した。だが彼はゴールを決めたのに困惑しており、どうセレブレーションを行えばいいかわからないようだ。ハーフタイム。リバプールによる支配的なゲーム内容。相手は10人だし、この試合は4点か5点生まれるかもしれない。実に素晴らしい展開だった。選手は生き生きとプレーしており、プレッシャーは感じられない。モハメド・サラーは通算250試合目の出場おめでとう。クロップのラストの試合でエジプトのキングであるモハメド・サラーが記録を達成するのは喜ばしい。来シーズンは遠藤に6番、クアンサーに3番を与えてチャントを歌いたい。もし遠藤がイエローカードをもらったら足に彼のタトゥーを入れます。遠藤とマック・アリスターが一緒に守備をするところは本当に美しい。マッカはたった1シーズンでクロップ政権下での最高のミッドフィールダーとなった。もしチームのレベルアップを求めるのであれば遠藤のところにロドリのような選手が必要。シーズン前の私たちは4位以内に入ることが目標だったはずなのに、それは傲慢な考えだ。私たちは3位でシーズンを締めくくり、チャンピオンズリーグへの出場権を獲得した。何が不満なんだ。子供たちを使わざるを得ないほどチームは疲弊した。必要なのはバックアップであり、選手を非難すべきではない。クロップと残された時間は残り45分。私たちはこんな気分だ。遠藤はクロップを見送るためにセレブレーションイエローカードをもらってほしい。クロップは私にハグをくれよ。悲しいな。楽しい時間が終わりを迎えようとしている。遠藤のイエローカード。俺たちの遠藤が戻ってきた。イエローカードだ。この光景を見るのは今シーズン10回目だ。遠藤は遠藤であるためにイエローカードをもらった。遠藤はイエローカード。ウォーターは濡れており、芝生は緑だ。試合終了。遠藤とリバプールはクロップとの最後のシーズンを最高の形で締めくくった。クラブにおけるクロップのキャリア、そして遠藤の素晴らしいシーズンを褒めたたえたい。ケレハー、コナテ、ゴメス、遠藤、エリオット、ファンダイク、全力を尽くしてくれてありがとう。今季の中盤は遠藤とマック・アリスターによる影響が大きい。その2人のどちらかが欠けてもチームは混乱する。クロップと出会った夜に戻してくれ。クロップは私の家族と仲間に人生で最も幸せな日々を与えてくれた。私たちは本当にたくさん笑い合った。クロップはチームに粘り強さをもたらし、信じるという文化をチームに与えてくれた。タイトル獲得とともにこのストーリーは将来の子供たちに受け継いでいきたい。